皆さんこんにちは、シダックスです。今日の練習の振り返りはこういう感じにさせていただきたいと思います。まあね、これはまあ理由があってというか、ちょっと練習してて、もう撮るのもしんどいぐらい今日は練習がきつくて、もう調子も悪くて楽しくなくてみたいな感じだったんですけど、まあね、こうやって動画撮るかもちょっと迷ってて、いやでも、こういう日もあるっていうことを、この YouTube 通じて伝えられたらいいなと思って、僕は動画撮ってます。まあこれは無理してるとかじゃなくてね、 まあいつもみたいに編集もないと思うんで、まあ、全然、いつもより全然休んでる感じなんですけど、まあ逆にこういう機能が大事なのかなと思って、そういうことをちょっと喋らせてもらいたいと思います。まあ、今日は練習してて、ま,あ、まず、午前練ですね。午前練、いつも通りやったんですけど、もうめちゃめちゃきつくて、まあ、なんとかやりきったっていう感じでもうそこの時点でちょっと無理してたんですよね。まあ、そこで休めば、午後も楽しくというか、まあ動きがいい感じで練習できてたのかもしれないんですけど、 まあちょっとそこ頑張っちゃって、午後はなんとか種目入って床通そうと思ったんですけどもう全くできなくて、床その攻略するのにていうかうやりたいことやるのに1時間ぐらいかかったんですよね、それで相当疲れちゃってその後の種目、前後半やろうとしてもできないみたいな感じが続いて、5種目目の平行棒ですね、そこでもうなんか本当に無理やりやろうとしたらヒーリーでね、ちょっと親指を引っ掛けちゃって。 めっちゃ痛くなっちゃってみたいなやっぱ無理ってよくないんだなって思いましたねで僕の中ではちょっとやっぱ周りの目を気にしてというか練習やんなきゃいけない立場でもあるんで、まあ、そういうところも気にして練習頑張ろうって思ってたんですけど、まあ、結果的にそれでね明日とか練習できないんだったら意味ないなっていうかそういうことも思いました、まあ、なんでまあねメニューとかが決まっててやんなきゃいけない人はまた別ですけど、まあ、僕みたいにフリーでやれる人はまあ 結構考えてやったた方方ががとといいいいいうかか無理ししななの思まやっぱ楽しくないとねた体操も成長できないですしやっぱレベルアップがね遅くなっちゃうと思うんで今日も練習中なんかまあ昨日の練習めっちゃ良かったんですけど動画見てもらうと分かると思うんですけどもう全然楽しくなくて今日はあ早く終わんないかなみたいな気持ちだったんですね、まあ、そういう状況で練習してもいいことないなって思いました今日はしかもね怪我までついてきちゃうみたいな 本当にまあ、ちょっとそこは改善ですね無理してやる時も必要なんですけど今日はいらないなでも何かやんなきゃいけないだろうなみたいな感じであやふやな感じでやっちゃうのが一番もったいないと思いましたねもう今日はもうそんな感じでもうダメダメの日でしたもう本当に動画もどうしようかなって思ったんですけどやっぱここはねちょっと毎日というか、まあ、続けていきたいんでこういうのでまあ皆さんに 皆さんと同じっていうかね、もうシダックスもこういう日結構あるよっていうことのお知らせというか <laughs> 報告でした。本当に明日できることはやっていきたいと思うんで、またね、明日の動画をお楽しみにしてください。今日はもうそんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。